こちら水です。ゆず水です。これはこれ何ですか。ロイヤルクリームチーズケーキって書いてある。ロイヤルクリームチーズケーキ。あ、これはチーズケーキなの。クリーム。あー、なるほど、なるほど、なるほど、らしいです。ね、美味しそう。本当に途中お腹空いて、なんかお腹鳴りそうだった。ヨカヨカでねねちゃん推しになったから終わっちゃうの寂しい。そんな人がいるの。びっくりした。そんなことあるんだ、ありがとう。そんなきっかけがあるなんて思ってなかった。ありがとう。それは寂しいね。レモンでしょ。リミハンっていう。なんで？何この言葉。リミハンっていう。何？リミハンうん。デュークさん、お城ありがとうございます。めっちゃもぐもぐしてる。ありがとう。僕もねねちゃんに叱られたいって言ってます。何の集まりなの。ブラックコーヒーは自分から飲もうとは思わないけど、前みたいに苦いとは思わなくなりました。ねねちゃんに僕も叱られたいって言ってたじゃん。僕は蹴られたいですって言ってる。何の集まりなの。新しい言葉がいっぱい。本当だよ。そう、蹴られたいとか言ったらもうハンって言えばいいんですよ。分からん分からん。悲しさが伝わる。確かに。あの、なんていうかね、なんか悲しさね、切なさが伝わる、ね。切なさ。切なさと愛しさと心強さ。いらんいらん。それ見てる人にしか伝わんないから、こっちに何も伝わってないから。ピクラ。愛席希望やってる。まだやってますよ。あ、そうなの。そうですよ、愛席希望やってるんだ。最近聞いてないなと思って。え、嘘だ。それは意図して聞いてないから聞いてない。確かに。あ、全然今やります。あ、やってみて。あ、ちょっとなんでなんで。みんなの愛席希望だから。あ、そうなの。あ、らしいです、らしいです。愛しさと切なさと。もう何の大喜利なのマジで。本当に一本グランプリでもやってんのそっち。そういう気持ちで買ったの。はい。おお。すごい、東京にご挨拶しないと。うん、そうだね。やっぱ日本の真ん中だし。はい。遅い遅い。はい。
リハンじゃないよ、チンギスハン。もういいって未来ハン。もういい、もういい、いらんいらん。本当にね、疲れた。わかる？私の顔でこの疲労が伝わってこない。すごい、喜びが伝わってくる。始まる前よりね、二重幅が狭まってんの。疲れたから重力に負けてる、うん、今日はでもこっちの二重幅なんか狭いんだよ。なんで、うん、私に会える喜び。うん、うん、こっちに伝わんないのよ。もう私の顔じゃなくて関ちゃん映そうか。いや、なんで。今関ちゃんがね、ビッグラブってやつ。激ハジプロデューサーで老けて、今日でさらに老けたかもって言われてる。かわいそう。老けたって言うな。私は年を取ります。あ、そうなんですね。切ない。どっちが切ないかもはや分かんないけどね。一回気になっちゃうと一生気になっちゃう。おしゃべり会申し込む班だって。嬉しい班。いや、嬉しい班。イケメン？どういうこと？おしゃ半回申し込みました。半の場所変わんなくていいんよ。半の場所いいんよ、入れ替えなくて。おしゃべり半。姉ちゃんにファンレター送って。どうぞどうぞ、待ってます。ファンレター、ファンレターでした、これは。ちゃんと。うん、マジ半端ねえ、マジ半端ねえ。もういいよ、その大喜利も。姉ちゃんのメンタル崩壊寸前、本当によ。ゆっくり寝てくださいね。誰のせいやね。睡眠大事。ご飯も食べました。そっかそっか。そうだよ、変な感じ。最後だった感じマジでないよね、うん、なんかまだあるんじゃないかな、うん、全然最後感ないけど最後だったんですよ。最後か。なんか今までなんか不定期に呼ばれてたけど、もう呼ばれなくなるんだって思ったら寂しいね。そう、最後感ないよね。大丈夫です。大丈夫です。あの企画書と出演依頼が来たら、じゃ あのギャラを交渉して出ようかなと思います。じゃあマネージャーさんお願いします。自分でやれや。案件、案件扱い、案件なんで。徹底的に無視するところから始めていこうかなと思います。推しの後頭部を観察できる貴重な機会だったらしいよ、よかよかって。そうだよ。 どういうこと。観覧の時に。ああ、そういうことか。なるほどね。何して数えてたんかな、髪の毛の。最悪だよそれは。一本ずつ数えてて、その人も1時間でどこまで数えたか逆に気になるよ。最悪。一本ずつ私の髪の毛数えてたらマジで途方に暮れるよ。じゃあ今度
しないです。しないです。みんな後頭部見ながら一本ずつ髪の毛数えてたんですか？最悪ですね。最悪ですね。そんな私のプライベート。プライベート。私のプライベートな部分を。スミカンさんがネネの話をしてて気になったので来ましただって、逆に何話されてたか気になるんだけど。こんばんは。コートハブの写真でメンバーってクイズ、あーそれちょっと楽しそう。コートハブは公共のものです。違いますよ。さんの回でどんぐりコロコロ本気で歌わされたわ。全力でどんぐりコロコロを歌うっていう無茶ぶりさせられた。やば、やったわ。懐かしい、そっちの方がメンタルやられますね。マジでメンタルやられた。よかよかメンタル削る。いや本当だよ、お菓子で紛らわされてるけど ね、ごまかされてる完全に。もらいました。特別です。紙もらいました。紙という名の愛、紙です。夏みかんさんの私の話がセクハラだったので見なかったことにします。あ、開いた。ロイヤルクリームチーズケーキだって。ロイヤルクリームチーズが食べたい。一人でやるのやばいね。一人さん、こんばんは。席空いてるって一人でやる。一人で遊ったって。え、15分も一人でやったの？地獄じゃん。ひー、よく耐えたね。ね。すごいね、そんなことあったんだ。懐かしい。一人でや。MV なんだっけ？あのやつで、なかなかさ、あの自分的にさ地獄だよね。どうしようどうしよう。行ってあれ、サイさんがあれでちょっとざわ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 して、あの一人の方が生き生きしてた。あれ一人の方が生き生きしてた。そんなことないですよ。絶対そんなことあるって。ツンデレですね。それは違くない？それでまたツンツンして一人であのスタジオで回さなきゃいけないって、マジで私だったらメンタル持たない。さすがっすね。何の喜びのファン。何の何の一人で褒めけなしたの？いや、ただ一人で喋ってた時、コメント読んだりしてた。何喋ったの一人で？覚えてない。やばやばいね、一人でやばいわ。よかよか一番気まずいペアランキング1位は、あ、村重さんとリオちゃんだって。逆に見たい。そうだ、私なんか告知した気がする、その2人のペア。確かにいいな、気になるな。どんな話するんだろうな、二人で。賭けみたいなペア。そろそろ15分経ったから終わろうかな。15分経過しましたので、そろそろ終わりますね。寂しいんですけど、そろそろ寂しいんですけど、そろそろ。何この宮崎のアバター。宮崎ってひらがなで書いてある。すごい可愛い。女の子が作ったの。ありがとうございました。また。ありがとうございました。
またね。天神サテライトにいるの今日が最後。でも天神サテライトたまに間違えて迷い込んじゃうから。わかるわかる。新刊が載ってた、うん、あれ？お店じゃなくなった。なんか見たことあるし、うん、最後ではないので、うん、ではでは皆さん見てくれてありがとう。またね。バイビュー。バイバーイ。